あらみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、8月から期間固定 T ポイントは、ペイペイボーナスライトへ気になる質問を聞いてみたということで、ということで、今回は、お題の通りなんですけども、僕の動画でもちょくちょくですね、期間固定 T ポイントとペイペイについてのコメントをいただいてたので、まあ、それも含めて解説をしていこうと思います。それではまず8月からの期間固定 T ポイントなんですけども、こちらですね。今回は Yahoo ショッピングを例にしたいと思うんですが、 Yahoo ショッピングで獲得できる期間固定 T ポイントが PayPay ボーナスライトに変わりましたということですね。まあちなみに、まあ下にも書いてあるんですけども、 PayPay ボーナスライトとは特典やキャンペーン等の適用に伴って PayPay 残高に申請された残高ですということですね。こちらも有効期限がしっかりあって、まあ、付与日の翌日から起算して60日ということになっています。そして、PayPay ボーナスライトを利用する際には、Yahoo Japan ID と PayPay を連携する必要というのがあります。もし連携してない場合は、PayPay ボーナスライトの利用ができませんので、お気をつけください。一応まあ、そのやり方なんですけども、めちゃくちゃ簡単です。まず、丸1番、専用ページにアクセスして、PayPay に登録するをタップします。一応、専用ページに関しては、下の概要欄にリンクを貼っておきます。で、丸2番、携帯電話番号を登録して、SMS へ届いた確認コードを入力して、設定するをタップします。そして、丸3番、同意して利用を始めるをタップして、これで PayPay と Yahoo の連携が完了ということになっています。ちなみに、まあ、専用ページにはすでに PayPay を利用されている方で、Yahoo Japan との連携方法も記載されていますので、そちらも気になる方はチェックしてみてください。そしたら、連携などの説明はこれまでなんですけども、今回気になるところ、現在ご自身が所有している期間固定 T ポイントはどのようになるのか、そして、そのまま PayPay ボーナスライトに移行できるのかということをコメントを結構いただいてたので、まあ、それも僕もちょっと気になったので、問い合わせフォームから問い合わせしてみました。そしたらですね、このような回答が返ってきました。まあ、そのまま文をまあ貼り付けるとですね、恐れ入りますが、現在お持ちの期間固定 T ポイントを PayPay に変換することはできません。お持ちの期間固定 T ポイントにつきましては、 Yahoo Japan 内サービス、ロハコ、ギャオなどの一部のサービスで執行する前にご利用を検討くださいませということでしたね。まあなので残念ながら移行はできないということなんですけども、まあ今のうちに回答にも書いてあったように、 Yahoo のサービスの中や、まああとはロハコ、ギャオなどで、まあ期限が切れる前に買っちゃいましょうということですね。まあ僕はあまり期間固定 T ポイント自体は溜まってなかったので、そんなに打撃はないんですけども、まあ使ってる方はここは気をつけた方がいいと思います。そしてですね、ちょっとまあ情報収集がてらですね、Twitter とかでエゴサーチをしてみたんですけども、結構多かった声をパッとまとめると、PayPay を使いたくないとか、解約だ、T ポイントの方が良かった、楽天に移りますという感じで、まあ多分一部の人だと思うんですけども、こんな感じで結構ネガティブなコメントがかなり目立っていましたね。まあ僕のチャンネル見てくれてる視聴者さんの場合だと、まあどんな感じなんですかね。まあ僕自身は先ほどもお伝えしたように、あまり期間固定 T ポイント自体はないので、あまり何とも思わないんですけども、いかがでしょうか。まあちょっとですね、気になるとこではあります。まあそんなこんなで、今回は8月から、まあ期間固定 T ポイントが PayPay ボーナスライトに変わったことについてお伝えをさせていただきました。ぜひですね、この件について思うことがあれば、下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。